皆さんこんにちは、ナナメピョンです。パン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 、イエイイエイ。外っていうのが超久しぶりなんですけど、実は今日は私の大好きな方とデートです。今日デートに皆さんお連れしたいと思います。もうつべこべ言わずに行きたいと思います。多分もうそろそろ、あ、いました、いました、車がいました。こんにちは、ハロー、こんにちは、キャー、お邪魔します。どうぞ。はい、ということでデートのお相手この方です。イエー、志尊淳です。あー、ちょっといいんですかこんなことがあって。だけど俺何するか全然分かってない。いや、もちろんです。じゃあなんで今日私たちが今からこのデートするのかっていうことをお話しますと、はい、まあ、まずシートベルトしてますね。まあさること私の誕生日が今年の4月1日にありまして、そうですね、はい、でまあ志尊君は事務所の先輩かつ、まあ自粛期間にめちゃくちゃお世話になり、志尊くんの自粛部屋という本当大人気企画がありまして、まあ、もう一緒に作ったと言っても過言ではない。いや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 、もう混ぜていただいたお家で生配信をする時間がありまして、そこですごく友情が、ね、まあ、すごいあの育ませていただいた愛を、はい、どうしたらいいか全然ちょっと待ってください。てかもう出なきゃいけないですよねこれね。一回出ましょうか。出ながら適当に走ってる。いいですか。やっぱ適当に走ったりとかしてくれるんだ。適当に走ってる。運転好きだから。じゃあとりあえずもうなんか喋ったらレッツゴー。オッケー。やばーい。どこ行くってこと全然分かってないんだけど。こんな感じなの YouTube さん。そうですよ。もう緩いんです YouTube って。初めて出る。いや申し訳ない。嘘。そうだよ。人の YouTube に？人の YouTube 出たことない。すいません。本当に私なんかでいいんでしょうかっていう、まあ、話があって、まあ、その自粛期間に志尊くんがよく生配信をお家でしてた時に私といつもコラボをしてもらって、その時にたくさんお話しする機会が増えて、イベント出てくれたもん。ああそうです、そうです。年末の志尊くんのファンクラブ限定ですよね。そうそうそう、ファンクラブ限定っていうか、まあ、オンライン、そうオンラインイベントに出させていただいて、もう本当に私がしてほしい設定とかを見事にこなしていただいて、あれだって本当カンペ13枚とかすごかったよ。元はといえば私の前の前とかのマネージャーさん、本当にデビューした時のマネージャーさんが志尊くんの今のマネージャーさん、うん、っていうご縁もあって、それでつながりが深くて、今年の誕生日に、本当になかなかないと思うんです、生きてて志尊淳さんから DM が来るっていうのって、うん、誕生日おめでとうと、欲しいものありますかって来たから、いやなんかドライブとかっていう私のバカげたダイレクトメッセージの返信をいいよって言ってくださったんですよ。えみたいな。いやで気軽にやりたいなって思ってたけど、まあでももしそれをプライベートでやるんだったらちょっともったいないなって思って、うん、デート企画自体なんてしたことない。嘘ないでしょ。それ俺が一番してほしいやつ。え、嘘。助手席でペットボトル開けてもらうっていう。そんなのお安いものなんですけど。まだバレてないですね。俺普段車運転するんだ、はい、これはレンタカーなんだけど、うん、一切バレない。なんで。みんな見てよ、みんな見て。いや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 、誰も見ないから。ちょっとで、今日やりたいことは、あ、そうそうそう、いろいろめっちゃあるんですよ。なんかめっちゃあるんですよ、うんうん、どうしますっていう選択肢をいっぱい持ってきて、うん、何でもいいよ。俺はもうレイちゃんがしたいこと付き合うんで。なんでそんな優しいんですか。優しくない。マジでマジで。なんか、ね、例えば飯何食べたいって言われても何とかってあんまないの。何でもいいよ。嫌いな食べ物は何なんですか。嫌いな食べ物はないけど、うん、強いて言うなら光り物、魚。いや、すまん、なんかいろいろ喋っちゃった。どうすんの。やりたいことはサービスエリアまで行って、うんうんうん、買い物してて、うん、まあ、マスクするんですけど、うん、もちろんどっちかがバレたら即帰宅。おーサービスエリアね。はい、マスク、マスクするんで。マスクして。いや、ま、バレるでしょ。道、こういうとこ原宿とか歩いたらどうなんですか。あみたいな。ない。なんでそれって、なんか魔法。あ、でもね、人と目を合わせたらバレるんですよ。ああ。下向いてるんですか。ずっと下向いてるね。かディズニーランドまで行って、あ、はい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 、入り口でカチューシャだけ買って帰りつけて帰ってくるっていう。はい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 、はい、でマストやりたいのはプリクラを撮りたいですね。おお、プリクラなんて最後撮ったのいつだろう。
え、いつですか、マジリアルに教えてください。リアルに普通にプライベートの友達とかでもいいです。高校生かな、16、17。てか何して遊んでんすか、マジで。プリクラ撮らないでしょ。いや、めっちゃ撮りますよ、マジで。もうプリクラのメッカ、マジでプリクラのメッカ超行く。じゃあ遊園地行って帰ってきてプリクラパターンか、はい、サービスエリアでバレたら帰ってくるパターンですか。だったら遊園地行く。おお、のが良くない。いいかも。写真も撮れるし、うん、行くか。やばい。ちょっと途中でどっかでナビ入れます。入れましょう。れいちゃんはないの？なんか YouTube のなんかポーズみたいな。ありますよ。皆さん、こんにちは、マレーマレーピョンです。イエイイエイ。いや、いいじゃん、いいじゃん。はず、いいじゃん、いいじゃんとか言われたことないんだけど、あれだって。はず、やめてよ。イエイイエイでしょ。あ、そうです、いいじゃん、いいじゃん。覚えやす。あ、嬉しい。皆さん、こんにちはです、最初。皆さん、こんにちは。志尊淳です。じゃあ、志尊淳ピョンですって。皆さん、こんにちは。志尊淳ピョンです。イエイイエイ。一個パンが少ない。え？あー、むず。皆さん、こんにちは。志尊淳ピョンです。イエイイエイか。むずいな。嬉しい！やってくれるんだ。ありがとうございます。最初で最後の YouTube だろうな。トラウマ？これが。いや、やれないんで、俺。いやいや、トラウマとか。YouTube とかやんないんで。いやいや。泣けるわ、そんなんだったら。でも今日レイちゃんとその YouTube 撮ってアップされて、うん、例えばだけど嫉妬してなんかとかっていうのはちょ本当やめてほしいね。今回は俺が誘ってるから。すいません、本当に。まあ、私もその危害がない程度にあの空気を吸わせていただくっていうのはすいません、申し訳ないんですけど、まあ、事務所の後輩だからね。そうなんですよ。そうまず最初に、ま、そうなんですよね。そうだから先輩がそれ以下でもそれ以上でもないっていう。いやいや、あの先輩が後輩に遊び連れてってあげるっていうのもいいなわけだから、はい、本当にそうです。え、今何年ぐらいデビューして、デビューして、7年ですね。養成所だったんだもんね。養成所でしたよ、中目黒の。そう、一緒だよね。ねえ、あの中目黒いたんですか。いたよ。うっそー。あ、でもね、俺ね、2、3ヶ月だったな、いたのは。なんでですか、それって。途中で、その俺のデビュー作の、はい、テニスの王子様のオーディションを、はい、うんうんうん、受けるための養成所オーディションみたいなのがあったの。何それ。養成所の中でトップ5人ぐらいになったらそのテニスの王子様のオーディションに書類送れるみたいな。で、うん、そこで書類送ってもらうことができて、すごい。でオーディションもそこでたまたま受かっちゃって、うん、養成所中に、うん、で所属みたいな感じ。うーん、そうなんだ。頑張ればなんとかなるよ。想像できなかったですもん。あの俺も俺も時って毎日って、うん、山手通りすごい嫌いでしたもん。なんか教務室で挨拶するじゃないですか、うんうん、なんかその職員室みたいなところがあって、その時に毎回帰りと行きにモノマネをして帰れって言われて、それがやっぱり18歳の私にはすっごいプレッシャーで。そりゃそうだ。何のモノマネした。いや、何したっけ。近藤春菜さんのマネとかしてた。おーおーおーシュレックじゃねえよってやってた。ハルナーとかやってめっちゃ意味語るんですよ。すごいね。でも最終的に、うん、あの教務室にいるあの受付のお姉さんがすごい声高くて、うん、その人がめっちゃもう長期になっちゃって、うん、その人の真似とかしてて、こんにちはってお願いしますみたいな。あと、あのあそこで挨拶してく生徒の真似とかしだしちゃった。なんかおはようございます、あ、もうみんなそんなに高等学院ガレッジみたいなの言ったりするじゃないですか。演劇コースみたいな言ったりするじゃないですか。あれめっちゃ恥ずかしいですよね。いや、あれ地獄よ。だってさ、ちょうど色気づいてる頃じゃん。中高生の時ってさ、なんか透かしてた方がかっこいいっていう時にさ、おはようございますみたいなさ。そう、めっちゃ恥ずかしい。私何て言ったっけ。タダメコメディスクールお笑い芸人プロフェッショナルコース、マリアマレイです、今日も一日よろしくお願いしますみたいなの言ってた。なんか今になってはそんなになると思わなかったみたいなことを言ってくる地元の人とかって、あ、そういう風に思ってたんだみたいな、またこう成長して一個ショック受ける。え、でも俺もそうだよ、やっぱり。あります。俺友達には言ってなかったのかな、あんまり。 あ、そうなんですか、うん、その家族とかだけだったけど、唯一母親だけは、うちの母親めっちゃ厳しくて、なんかでも好きなことやらせてくれる母親だったって。いいですね。なんかその養成所の説明会終わった帰りに急にあんまり喋んないんだけど、なんかね、ママ純がテレビ出ちゃいそうな気がするんだよねみたいに言い始めて、え、何急にどうしたの、なんか
普段そういうこと絶対言わないのよ。言わないタイプなんですか？むしろ褒められたことあったかなぐらいな、まあ、母親が急にね言って、いやそんなことないよって、俺もう別に習い事みたいにやれればいいからって言って、うん、でなんか特待生みたいな感じで入れたから、社会科勉強じゃないけど、うん、そういうのができたらいいなの気持ちだけだったんだけど、だから今すごい今になったらすごい言うよ。私はあの時分かってたけど、ね、あーかわいいキャワだよね。ちゃんとキャワすぎかも。キャワすぎだよね。そっか、ママ子孫くんばもめちゃくちゃ先見の目ありましたね。やっぱ自分から生まれた子供生まれるあの売れるの分かってましたね。でもなんか親バカだと思われたくないからそんなのジュンにしか言わないけど、まあジュン言ったよねあの時って、ママ行くと思ってたんだよね。あとやっぱり子孫くんと自粛部屋をしてから、子孫の自粛部屋を見てましたっていうのをすっごい言われましたね。あ、マジ？外にあの期間出れなかったけど、うん、出るようになってからはもうあれで超元気づけられましたとか。あ、でもね、俺この間さ、TGC 出た時にさそうだ、いろんな女の人にさ、いろんな女の人どこなんですか、あの TGC 歩いてる方たちに、はい、廊下ですれ違った時に、あ、自粛部屋見てましたって言われたね、結構。え、それモデルさんとか芸能人とか。あ、そう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 、やっぱ俺業界の人に見られるのが本当に嫌で、ありがとう。恥ずかしいじゃん、業界の人に見られると。やってたら見ますって。あ、ごめん、れいちゃん道間違えたやばい道間違えた。ドライブしましょう。うん、てかマジでモデルプレスさんに感謝だなってね。だからその後モデルプレスさんと仕事するとき、はいはい、その俺がさ自粛部屋やってさ2分後とかにさモデルプレスの記事が上がってたからさなんでさあれが可能なんですかって言ったら、はいはい、あ、気になる、聞いたんですか。聞いた聞いた、やばい。なんでしたら、うん、そのまあもちろん通知してて、うん、自粛部屋担当みたいな貼り付きがいて、やばい。そうで新事実じゃない。だからその通知が来た瞬間にもう記事に書きながら見てるんだ。へえ、メモしてるってことなんだ。そう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 、うわ、ありがとうございます。そんなんつって楽しい、楽しいでしょうねその人も多分。どうなんだろうね。いや絶対楽しいですよ。あ、始まったみたいな。懐かしいパンツ見えたとか言って騒いでましたよね。確かに皆さん、じゃあの一瞬であの俺のパンツがどこのブランドかを一瞬で言いましたね。懐かしいな、2年前か。早いですよね。早い、マジで早い、超早い。あとパンツ、あのズボンが破れた。ああ、あったね。でもあれって奇跡だと思うよ。いや俺もそう思う。てか奇跡起きすぎてた、うん、正直。あれによって、あ、この人パンツ破れる人なんだっていうそんな思った人多分めっちゃいると思うんですよ私。でそれをなんかアプリケに縫うっていうあれアイロンですか。アイロン、アイロン、アイロンでこう、おもろいなあの的のね。そうです。でまたモデルプレスさんが思想の的で、あ、そう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 。だからやっぱ、うん、普段のイメージと、うんうん、家にいた時は違ったんだろうね、皆さんが思うイメージと。違いましたよ、もっとひどいぜ普段取り繕ってるの。あれは取り繕ってるよ。あ、本当ですか。ああ、あの姿、うん、いや、わりかしあの姿結構なんか親近感湧きましたけどね。あの兄弟は、うん、なんかあれ見たけどなんか普段の順何やってんだって感じ、見てらんなかったみたいなこと言われてあ、じゃあかなり地図に近かったんだやっぱり。そう、へえ、いやー遠く早く見て。そうだよもうすぐ着きますね。もう着くよ、やばい。イクシピアリみたいな、イクスピアリ、イクスピアリかわいい。よし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 、イクシ、イクシ何、イクシピアリ、イクシピアリって言いましょう。最近いつ来たのディズニーランド。1ヶ月前ぐらい、まあ、ポップアップっていうお昼の番組出てるんですよ、うんうんうん、それでロケで行きました。でも最後すっごいご厚意でスペースマウンテンだけ乗らせてくださいって前田さんと言って、ちょうど空いててその時間8時ぐらいだったんですけど夜。スペースマウンテンが何か分かんないねえ、よく聞いてましたね今話。でもね、 C は分かるの。ホーンデッドマンションじゃなくて、言わないで。タオブテラーと、はいはいはい、インディン・ジョーンズと、僕言ってください、インディン・ジョーンズインディン・ジョーンズじゃないの。インディ、インディ、インディ、ね、インディ・ジョーンズ、ケル、インディ・ジョーンズ、ずるい男ですね、本当にそういうとこ抜けてるんですよね、インディン・ジョーンズと、あと、海底2万マイル、うん、と、ライジング・スピリッツみたいな、レイジング・スピリッツ
ちょっと5、6増えすぎじゃないですか。あ、すごい。マジか。しそくんは本当にこれ YouTube に流れるのか。よし、では帰りますか。帰ります。大丈夫？取れ高。いや、十分すぎます。本当？車の中で喋ってただけだけど大丈夫？それがいいんですよ。あ、そう。はい、こんな貴重なレアシーンよ。でもすっごく壁を感じてたんで。俺に？うん。こんなに壁を低くしてくれるなんて思いませんでした。だからすごい感謝しかないです。いやいやいや、そんな。やっぱり優しい。いやいや、器がでかい。良くないんだけどさ、褒められるといや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 って言っちゃう。でもそれって良くないよね。褒めてくれてる人に対していやいやいやって否定することって失礼だよねって自分で言いながらいつも思うんだよ。でも口から出ちゃいますね。出ちゃう。私はそんなことをてんてんてんまで言ってありがとうございますって言ってますか。いや、れいちゃんはもうキャラで。そうそう、キャラ勝負してるからいつも。いけるもんね。ダメですよね。俺ね、もう本当それがね、一生の課題だね。でもさ、かっこいいねとかかわいいねとかってなんか嘘っぽく聞こえるというか、うん、結構誰にでも言えることであったりするじゃん、うんうん、けどさ、面白いねってさ、本当に面白くないとあんま言えなくない？まあ確かに。れいちゃんはなんて言われるのが一番嬉しいの？最高とかで言ってる。ああ、それ一番いいよね。マジ最高って言われてたら全然いいかなと思うし。とか、いいやつとかね。めっちゃいいやつやんみたいな。ああ、嬉しくない？確かに。てかさ、ゴリエのよくインスタに上げてんじゃん、はい、俺さ、ゴリエとか超湾内水獣世代だからさ。あれ、本当ですか？俺、ね、お台場冒険王で湾内水獣コンサートみたいなの見に行ったもん。すごい。そうで、その時にたまたまグッサンがテレビ局から出てきて、はいはい、グッサンだと思って握手してくれたのね。はいはい。で、前その番組で一緒にロケ行った時にその話して、はいはいはい、うわ、すごい、再会してからそし、うんうん、たら、うわ、そうだったんやみたいな。すごい嬉しいですよね、そういうの会えたら。やべえ、浮かれてんな俺。いいじゃないですか、たまには。確かに、たまにはいいか。はい。ボンボヤージュ、初ボンボヤージュ。うん、もうボンボヤージュのことは俺に聞いて。エクスピアリの駐車場からやっぱ最短コース見つけちゃったっつうか、最短コースで紹介できるから。え、何回ぐらい行ったことあるんですか？まあまあまあ、1回だけど。やっぱ回数じゃないよね、こういうのって。やっぱ付き合いとかそういう、まあ知識量が増えたんですか、さっきで。そうだね。ボンベージュ知ってる？今さ、あ、はい、今さ、説明してください。知らないの？あの、ディズニーって今チケット売ってないの。まあまあまあ、ホテルとか泊まればさ、あの、早く入れるの知ってる？ホテル泊まると、ディズニー早く入れるの知ってる？私、おかしい、さっき私が教えたやつじゃん。ええ、言ってないでしょ。私が言ったじゃないですか、さっき。言ってたっけ？僕も聞いてなかったか。すごいな、おかしいな。でも、ボンボヤージもほんと、ボンボヤージ行きたいって言われたら、わかったわかった。俺、絶対、あの、顔ささないように行けるから。ボンボヤージのことなら、俺に何でも聞いて。面白い。何ご飯が好きなんですか？飯？私は韓国料理が好きなんですけど。ああ、和食？洋食？うーん、かな。あと揚げ物大好きで、チキン南蛮とか。チキン南蛮いいですよね。最高。これはスイートチリソースと、あ、わかる。タルタルソースと、はいはい、ハニーマスタードが大好きなんですよ。全部一緒です。涙袋ってそれ自然由来ですか？いやいやいや、自然しかないでしょ。いじってないでしょ。すんげー、マジで。なんか5リットルぐらい水入ってるぐらい。ないですもん。そう、ここ2メートルぐらい涙袋。身長178でさ、なんで涙袋2メートルあんの？はみ出てんじゃん。もう床で、もうずるずる引きずりながら歩いてんの、涙袋。おはようとか言って涙袋。しかもここだけなんでしょ。ここだけが伸びてるでしょ。なんか何もびっくりすることあったわ。道間違えたし。なんかすごいですね。本当やっぱ運転上手ですねって言おうと思って
振り返ってたけど全然道2回間違ってた。でも道間違えちゃったっていうとこ使わなければめっちゃスマートについてるからね。え、それはそうしてほしいってことでしょうか。いや全然大丈夫です。すいませんこれは審議ですよ。結構今の発言はビビビビビーぜすいません。いやいやいやおかしいな。俺道間違えたっけ。うわっ怖い。え、どこ間違えましたって幕張行く前に降りてすぐ乗ってるから、ね、びっくりすぐ U ターンしましたよ。女子の大好物、うん、好きなんですよみんな。そうなの、うん、なんか男性がバックしてるのとかすごい好きなんですよね。みんなあーっていうやつですよ。わかるってこと。うん OK ありがとうございます。いいえ長旅ではプリクラを取りに行きましょうか。15年ぶりぐらい。嘘。15年は言い過ぎてんだ。言い過ぎです。10年ぶりだね。10年ぶりをいろいろやってるね今日は。じゃあ、はい、リハビリってことで、はい、ありがとうございます。いきますか。はい、マスクお願いします。誰だよ。やばいでしょ。ねえやばくないこれ。涙袋2万メートル。リクラってこんなすごいの。すごいですよ。ねえそれ。本当に知らない人のリアクション。じゃーん。じゃんじゃじゃーん。撮りました。ありがとうございます。夢叶えていただきました。10年ぶりぐらいの。プリクラ漏れましたね。すごいよ。俺1枚だけさ。いやそうすいません面白くなっちゃって笑ったんですけど、うん、1枚だけ普通の顔普通のこの顔でこうやってやってる写真があってあれ果たして漏れてるのか漏れてないのかで言うと漏れてないですね。本当にありがとうございます。いいえ楽しめた。全部やり尽くしましたね。よかった。確かにあのいっぱいやったね。やりたかったこと全部やりましたね、うん、面白かったです。誕生日にこんな経験をさせていただいて。全然姉ちゃんが楽しかったな。いやありがたいです。いやちょっと近づきになれたということで本当に私としては光栄でした、はい、皆さんも子孫くんとの疑似恋愛それは好きかも私たちの楽しいおしゃべりを楽しんでくれたら嬉しいなと思います、はい、ということで今日はもう本当に遠出してスペシャルゲストをお招きしてドライブまで連れてっていただきまして夢のようでした。よかった。ということでまた遊びに来てください。さっき疲れたから爆睡しそうとか言ってなかった。いいえそんなことは一言も言ってない。私プリンセスなので。あ、そっかそっかまたよかったらよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。子孫くんの大切な大切な YouTube 初めてでした。感じを出していただいて本当にちょっとね撮れ高心配だけど。いやめっちゃ撮りましたからマジで。多分チャプター5ぐらいまである。いや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 。またいやいやいやって言ってます。チャプター5あからもう下も回んないもん。イクシピアリ、うん、イクシピアリだからイクシピアリ行ったからじゃあバイバーイありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。夢だったのかなって思うよね。え、夢だった？夢じゃなかったよね。びっくり。本当に嬉しかった。本当に子孫くんって心意気が男前だなって思ったし本当に成功している方って懐が深いよね。感動しかない。余韻浸って、だって今もう何日も経ったんだけどさ、あれから何日って感じなんだけどまだ好きだよ。まだ大好き。もっと大好きになっちゃったんだよね。でもみんなのものだから、その中の一人だから、それは分かってるから。でも本当に幸せをありがとうございました子孫淳くんって伝えたいです。楽しかった。とにかく楽しかったです。25歳のお誕生日にこんな最高のプレゼントをいただけるなんて思いもしませんでした。子孫淳さん本当にありがとうございました。これからも一生ついていきます。ラブ。ということで見てくださった皆さん本当にありがとうございました。私は人生でこれとないもうまたとない経験をしてしまったんですが、皆さんも楽しんでいただけたら幸いです。次の動画で会いましょう。またね。 SSJ SSJ SSJ